ネズミに捧ぐ愛と侮辱のうちには、J.D. サリンジャーの短編小説、ザ・ニューヨーカー1950年4月8日号に掲載された短編集、ンストーリーズの6番目に収められている。作者の軍隊や神経衰弱の経験が内容に反映されている作品。前半は一人称で、後半は三人称で上述される。語り手の私は、 エアメールでイギリスで行われる結婚式の招待状を受け取るが出席はしないことに決める。そして6年前に花嫁と知り合った時のことを回想する。1944年、私はアメリカ人歌手館としてイギリスに滞在している。ある雨の日、教会で聖火隊の子供たちが合唱しているのを眺める。その後喫茶店に入ると、 後から聖歌隊で歌っていた少女が小さい男の子を連れて入ってくる。三人は同じテーブルに座って会話を交わす。少女は、えずみと名乗り、私が作家だというと、いつか自分のために小説を書いてほしいという。場面は戦勝記念日後のバイエルンに変わる。アメリカ兵の x 三等総長は部屋で神経衰弱に苦しんでいる。 Z 号長が部屋に入ってきて会話する。クレイが出ていくと X は自分宛の小包みを開封する。中には壊れた腕時計とえずみからの手紙が入っており、それを見た X は心地よい眠気を覚える。ありがとうございます。